しい、シュワッとしたくない、爽やかブドウオーディション、アサヒ爽やかブドウ新発売、立つんだチーズ、お願い心に、うれぇ、あんたさ、女装してどんな気分？いや、それが本当に女装にハマっちゃいそうで自分が怖いんですよね。本当。おい、いいね、色っぽい色っぽい、赤いのいいわ。そうそう、綺麗にして。あ、これブルブルじゃん、これ、ね。あ、いい、なんかハマグリのコソ染めって感じ。やんないんだよ今日。今日100シーじゃんのよ。頑張んなきゃいけないから、アイシュさん着替えない私。本当に行っちゃっていいのかよ。いつ来たんだ？今決まったの？俺は行くよフランスに。だからイッコちゃんも。タコしてこい。バカ、お袋さんがね、オフランスに帰るって。本当に親子ともどもお世話になっちゃって。とんでもない。何時が飛行機ですか？今夜の11時。また随分と急ですね。だってうちの人寂しいから早く戻ってきてくれ。10点なんてもうやんなっちゃう。10点。トモ君、お母さんね、聞きました。トモちゃん、ほら、あんたも早く支度しなさい。一緒にオフランスに行くのよ。あれ、あいつがフランスに行かせてもいいの？いいも悪いもあいつが決めることじゃない。私がとやかく言うことじゃ。あ、イコちゃん、どっちでもいいんだ。いいに決まってるじゃない。あ、おはよう。邪魔だよ。痛い。またなんか怒ってんの？痛い。寝ます。行ってきます。ちょっと待てよ、人の足踏んどいて。以上です。邪魔だよ。フランスでもどこにでも一命、タコスケ。へえ。そういうことか。ああ、なんだよ。ああ、それでもくれてんだ、あの寂しいから。そんなんじゃねえよ。あ、いいのいいの、分かってるから。イッコちゃんに素直になれって言ってもね、無駄だってこと分かってるから言わないけど。いいからとっとと行っちまえ。ちょっと目離してるうちにおしゃべりになりやがって。
お前見てるとイライラすんだよ。お前いなくなったらもうせいせいするね、せいせいするよ。そんなこと言いながら本当にニコちゃんたら。頼むよ、フランスにでもどこにでも行ってくれよ。その方がいいんだ。いいのかよ、本当に行っちゃっていいのかよ。じゃあ行くぞ、本当に行くからな。フランスに行くんですって。転校の手続きしといたから。それ違うんです。忘れてください、嘘ですから。え、違うの？はい。おはよう。おはよう。姉妹校があるんだ。毎年一人選ばれるんだよ、交換留学生ってやつ。一子さん、アメリカシアトル留学したいんでしょ。やっぱ行くわ、フランス。留学の資料。ああ、よかったな、おめでとう。俺は転校の手続き。そうか。どうしたの？え？あんまり嬉しそうじゃないじゃない。そんなことないよ、ダメだと思ってたからちょっとびっくりしちゃってるだけだよ。でもいいわよね、アメリカなんて。聞いてんのかよ。え？フランスに行くって言ってんだろ。誰が？もういいよ。そんなことよかさ、ミキトさんって。知らねえよ、お前。自分で何とかすりゃいいだろ。するよ、するけどさ。うん、臭い。私はさ、ともちゃん大人にしちゃおうかな、日本の思い出に。なこと言ってないで電話ほら。二条さん、あの電話私の男の方だと思うんですよ。ななみでございます。へえ、嘘。本当本当。乾杯。おめでとう、初恋。ありがとう、姉さん。あ、ともちゃん、おかえり。お祝いなのよ、お祝い。
しい、こんなのこんなのここ15年止めて初めて。ああ、ママちんちゃん、ママみんな食べられない。これフグのフグの寿司でしょ。ただいま。ああ、荷造り間に合うのかよ。そんな大した荷物ないから。手伝ってやってもいいぜ。いいよ大丈夫、自分の支度もあるんだろ。まあな。この放送は大正製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りします。大黒様に会った。生まれて初めてだった。目があった。いいことあるかも。ここに福あり。大黒茶。お嬢ちゃんたち、おいらの切り売りをどうしたんだい。締めたく冷やした天然水オレンジの知るか。カラカラに切り売りがいく。鼻炎は体内物質ヒスタミンが細胞の鍵穴に取り付いて起こります。有効成分シベロンがその鍵穴に先回り。シベロンブロック、パブロン鼻炎カプセル L。 ゼナーで元気元気、ゼナーで元気元気、有効日本のビジネスマン。ムイラクアマなど12種類の生薬配合。日本の元気。ゼナー、大正製薬から。人と人、人間と自然、京都、明日、それぞれをつないだり、結んだり、さまざまな活動を通して人と人の心に橋を架けていくことができた。日本船舶振興会。ハミングでお出かけします。はい、しなやかで毛玉も防ぐ、いつまでも綺麗に履けるデニムのシャツ、脱水じわが残らない、ゴワッとしない、セーター、ふんわり静電気を防いで汚れがつかない。ハミングで行ってきます。さらに柔らか、新しいハミング3分の1。詰め替え用も新発売。おかえり。あ、ただいま。下行かないんですか。うん、ここの方が落ち着くから。おめでとうございます。え、あ、ありがとう。よかったですね。いや、よかったのか悪かったのか。わかります、寂しくなりますもんね。寂しく？でも素直に喜んであげるべきだと思います。喜んであげるべきだと。あの、夢だったですし、ここまで来るのにずっと頑張ってきたんだし。それはまあね。だけどね、実はね。大丈夫ですよ、2年なんてあっという間なんですから。2年？アメリカなんてすぐそこですよ。会おうと思えばいつだって会えるんだし。トモン君、先行ってます。アメリカ？おいしいよね。トモン君、座って座って、早くいいじゃん。はい。うん、だってさ、オフランスじゃさ、こんな美味しいお寿司ちょっと食べられないかもしれないわよね。ねえ、すいません。トモちゃん、ニココのことさ、慰めてあげて。全然元気ないの。何よ、元気じゃない。ニコちゃん、どうして元気ないの。あたし、それがですね、ここまでちょっと出かかってるんですけど、ね、いやいや、ここ、うん、あれ、おめでとうございます。ニコちゃん、気をつけて行ってらっしゃい。
ゆき子が何の話？え？お前か。お前かじゃねえよ。それはもうこっちのせいで何やってんのお前。決まってんじゃないかお前。これだよこれ。ともちゃん誰？お姉様。この度はイクコが、いえこの度は妹さんが大変おめでたく思い、私森沢拓也がお祝いに駆けつけた次第であります。どうぞ。イクコが？留学？はい。決まったの？ああ、あれまだ行ってなかったの？どうして行ってくれなかったのイクコ。あれじゃあこの飾りは？これは旦那さんが井の頭地区西図書館文学賞受賞したのよ。井の頭地区文学西図書館。そんなやつ。アメリカってもしかしてイッコのこと？いや先輩ジェット場。まあイッコちゃんの留学が決まった。そうかい、よかったじゃないかイッコ。いやーそれはめでたいめでたい、よかったよかった。みんなで乾杯。はい乾杯しましょう。いやなんだか自分の賞より喜んでるみたいね。ですよね。でさ、いつ出発かの？来週。あれ、じゃあトムはフランス行こうとどうしようとあんまり関係なかったわけ？あ、ねえ、さっきなんか言った？ショーを辞退しようと思ってるんです。どうして？どうして？どうしてですか？どうして？あの作品は自分としてはなんていうか、そのいまいち気に入っていないっていうか。何やボケたこと言ってたよ。そんなザーリンコみたいなちっちゃな賞だってもう一生受賞できない。一生受賞できないのよ。いやいや、けどあれが僕の代表作ってことになっちゃってるのは自分としてはこうなんていうかこの納得がいかないっていうか。あっそう、じゃあやめときなさい。どうせ自慢できる賞じゃないしね。怒っちゃったはっちゃんまた。日本だろ僕たちの島。シアトル。みっけ、エルマンガ島だってさ。イコちゃん、開けるよ。どうしてみんなの前で留学の。関係ねえだろ。まさかひょっとして留学やめようなんて思ってるわけじゃないよね。俺は行くからね。俺は行くよフランスに。だからイッコちゃんも。ぬぼれんな。行くに決まってんだろ、夢だったんだから。ずっと行きたかったんだから。お前の来るずっとずっとずっと前から行きたかったんだから。だからお前も行けよ。うろうろしてねえで早く行けよ。フランスでもどこでも一番がいいだろ。行けよ早く行けよ。よかったね、夢叶って。タコスケは
暗いね。元気ないじゃん。何やってんだよ。そっちこそ何してんだよ。あ、散歩だよ。コートも着ないで。だってもう寒くないじゃん。あれ、鼻赤いけど泣いてたの？ちょっと寒かっただけ。あ？あれ寒いの？寒くないの？どっち？この野郎。行くのやめたんだ。どうして？ここで待ってるよ。いっこちゃんがアメリカから帰ってくるまでここで待たせてもらう。分かってるよ。俺が帰ってきちゃうとイコちゃんアメリカに行きにくくなっちゃうかもしれないって分かってる。またうぬぼれるなって言われるかもしれないけど、喧嘩売れよ。Baby, all through the night, I'll make love to you when you want me.
さっきのラブストーリーなんか誰も見たかないっつってんだろ。その昔、あるバーテンダーが天国の恋人に捧げたのがこのカクテルでございます。マルガリータをお部屋で、メルシャンカクテルストーリー。はい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 、チューハイ。今度のハイチューハイは本当にうまい。天然果汁が噂の秘訣、メルシャンのハイチューハイ。はい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 、チューハイ。ベネゼルハイトリートメントストレートパーマは、髪をいたわりながら毛先までしっかりサラサラ、スーパーストレート。ハイトリートメントストレートパーマ、ベネゼル、I love。 ストレートパーマはベネゼル。プロという名のヘアマニキュア、サロンドプロ。女はパッと変われる。プロ並みの仕上がり、サロンドプロ。なんか足んないんだよな。悪い、なんか足んねんだよな。いいか、こういうこと。イカがたっぷり大盛りイカ焼きそば 1.5 倍は。中から何やら聞こえてくる。聞こえてくる。大地の恵みが生きている。エースコックの野菜ラーメン。見た目は同じようですが、重曹塩を新配合、新しい潰しを。磨き始めから塩が濃い、磨き終わりまで塩が濃い。塩が濃いまま続くから、歯茎がしっかり引き締まる。歯茎の腫れ、出血を防ぐなら重曹塩配合、新しい潰しを。どうして？は？どうしてやめちゃったの、フランス。はい。やっぱりイクコがいるから。いや、でもイクコちゃんはもう少しでアメリカに行っちゃうわけですから。本当に好きなの、イクコのこと。すいません。いや、謝ることはないんだよ。恋愛は自由なんだから。はあ、僕と初子さんは喧嘩ばっかりっていうか、怒られてばっかりっていうか、みっともないとこばっかり見せちゃってるけど。いや、そんなことないですよ。喧嘩をするほど仲がいいって言うじゃないですか。作品に納得してないから賞を辞退するなんてすごいと思いました。やっぱりプロなんだなって。本当はそんなかっこいいもんじゃないんだよ。は？忘れたいんだ、あのこと。あのこと？だから猿渡先生のこと。どういうことですか？ほら、スランプで何も書けなかっただろう。それが彼女に出会って俄然やる気が出たっていうか、その張り合いみたいなもんが出たっていうか、その勢いで書いた作品だから。彼女のことを忘れようとしている今、その小説で賞をもらってな。どうも。そうですか。都合のいい話かもしれんが、僕は初子さんとやり直していきたいと思ってる。やっぱり初子さんじゃなきゃダメなんだ。彼女とはもう会わない。忘れようと思ってる。だからしょうがない。時間、天候、状況の文の主語のほかに黒板の一番を見て。ふうなになに、いわゆる形式目的語としての it の役割というのもあります。一番の場合、 The computers make it possible for us to go on a little trip。 つまり it がこの to。 Raindrops make a One day at a time, change begins with you and me. Ordinary miracles happen all around.
しれない。美智子さん。あ、美智子さん。Different door, and we can all be quiet heroes, living quiet days, walking through the world, changing it in quiet ways. Ordinary miracles, like candles in the dark.Each and every one of us lights a spark, and the walls can tumble, and the mountains can move, the winds and the tides can turn. Yes, ordinary miracles, one for every star.そんなに嫌がらないでよ。アメリカには行きなさいよ。関係ねえだろ。これ以上トモとイチャついてほしくないの。あなたが私を邪魔にしてるように、私もあなたが邪魔なの。あなたはトモのこと愛していく自信ないんでしょ。だったら迷わず抜きなさいよ。黙れ。留学は夢だったんでしょ。黙れって言ってんだろ。トモと離れられなくて諦めるなんてバカみたい。行くわよ。私はアメリカに行く。嘘だったら許さないわよ。いつでもこうして現れて、あなたとトモのこと邪魔してやるわ。つまんない女なんだな。安っぽいやきもちかよ。あなたに私の気持ちなんてわからないわ。わかんねえよ。おかえりなさい。おかえり。ただいま。いつでもこうして現れて、あなたと友のこと邪魔してやるわ。ねえ。はい。カレー好き？はい、おかげさまで。感激です。美智子さんがわざわざ食事を作りに来てくださるなんて。別に作りに来たわけじゃないのよ。散歩の途中。ああ、散歩ですか。あのさ。はい。ハサミない？ハサミ？うん。はい、ただいま。あ、はい。あ、センキュー。はい。ねえ、お皿とかないの？あ、すいません。これしかないんですけど。バイカ。はい、どうぞ。いただきます。うまいっす。え？初めてです、こんなカレー。美智子さんの手料理最高っすね。あ、そう。はい。じゃあ。え？もう帰るんすか？うん。だって散歩の途中に寄ったって言ったでしょ？そうっすか。え？かわいい。そうっすか？うん。かわいいっすか？うん。それじゃあね。美智子さん。え？惚れたぜ。惚れたぜ。下手。え？下手くそなキス。どうぞ。お邪魔します。
どうして急に？下手なんだから。なんだよこれ。なんだ。この飛行機って交通安全でいいのかな。お守りとか信じちゃうやつなんだ。っていうかなんか持ってってもらおうかなっていろいろ考えてたんだけど、これしか思い浮かばなくて、荷物にならないしいいかなと思って。もうちょっと気の利いたもん考えられなかったのかな。せっかく買ってきてやったのに何その言い方。お守り一個で恩着せられちゃたまんねえからな。自分がくれようとしなかったくせに。そういうみみちいこと言うかね。しかしいらないならいいけどさ。はい、いいよ。もらっといてやるよ。お守りとか粗末にするとガチ当たるし。素直じゃねえんだよな。ごめん。え？さっき。あ、いや、こっちこそそんなもので。本当に行っちゃっていいの？いいよ。止めなくていいの？本当にいいの？行けよ。もうどこにでも行っちまえ。行くよ。行けばいいんだろ。帰ってくんな。帰ってくんじゃねえ。もう自分家みたいに言うな。ここは私ん家だ。言うな居候。はっ、へそ曲がり優柔不断男女。何それ。マークの大正製薬です。チョコの上にバニラアイス、そのまた上にホイップアイス、サンデーカップ、上には上の美味しさ、サンデーカップ。森永、君を忘れないこの胸に。その時気持ちまで柔らかい旅に森永ハイソフト。森永。その車はカレンです。ビスタにはみんなが考えてる高級がギュッと詰まってる。尻尾の先までギュッと吹っ切れてるビスタ。実は育毛の鍵を握っているのは毛乳糖なんです。新薬用育毛エッセンス誕生。毛髪活性、髪を成長させる毛乳糖を刺激して育毛促進。抜けずに育つ、根強く伸びる。
れが毛髪活性の薬用育毛エッセンス誕生。いいんじゃない。じゃあ行ってくる。気をつけるのよ、ね、うん。やっぱり空港まで行こうか。大丈夫、変な男に引っかかんなよ。自分が騙されかかってたくせに。これあのお土産の買ってきてもらう、もうここ変えときます。分かった。じゃあ行ってまいります。Everybody needs a little time away, I heard her say, from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. Oh, now it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all the who you've been. どこ行くの？まさか引き止めに行くつもり？言い忘れたことがあるな。引き止めたりはしない。あいつのことが好きだから。だからこそ行かせたんだ。無駄だったか。え？育子をアメリカに行かせたの私なの。留学生に選ばれたの私だったの。でも辞退したの、育子を行かせたくて。友情なんかじゃないわ。育子に友雄君を取られたくなかっただけ。
カンと打ち上げ、楽しそうじゃない。戻りますから。え、すぐって？あの、嘘じゃありません。あの、これ制服と、あの、学生の証、生徒手帳、これ置いときますんで、あとこれ、あの、怪しいもんじゃないんで、これ2万だから、これとりあえず1万円だけ置いときますんで。はい、すいません。なんで行かなかったんだよ。そっちだって行かなかったじゃねえか。バカじゃねえの。引き止めに来ていてよく言うよ。違うよ、俺はただ言い忘れたことがあっただけだ。言い忘れたこと？ああ。なんで？そっちが最後まで素直になれないんだったら、俺の方が素直になんなきゃダメかなってそう思っただけだよ。だからなんだよ。いいよ。言えよ。なんでもないよ。言えったら言えよ。言ってやるよ。待ってでしょ。俺もやっぱいいや。なんだよ、早く言えよ。俺も大好きだ。言ったぜ。Outside the rainAnd it may never end. So kind of on the short dream. Who take us out to sea? なんか言えよ。 We're all alone. We're all alone. 今度はそっちの番だぜ。そうはいかないわよ。ガーキのラブストーリーなんか見たかないっつーの。
から撮影って。わかりました。まあね。どうでした。バイバイ。コスケ。ご機嫌だぜ。まあいいかいいかでもいいか。まあいいか。飲もうよまた諦めなさい。結果オーライ。あと知らない人だったらならいいけど。この放送は大正製薬と。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。泣いてやんの。泣いてなんかないもん。コーヒーじゃんか。やっほーみなみくん。ちなみ好きになったみたいなの。もう人が死ぬのやだよ。私生まれ変わる。生まれ変わる。さよならなの。